よ長いお付き合いになると思います。本当ですか。はい、そのやらせみたいですか。働きますいつもどうなっちゃうんですか。いつもはやってもらって、はい、であ違うんだよなと思って帰るんですよね。あ全然違うなって思って、はい、がっかりして、はい、帰るんですよね。それで速攻打ち返って、はい、もう髪すぐ洗う。あそして自分の好きなように、はい、自分の思ってる好きなような形にしようとするんですけど、はい、ならずに。なるほど。ってなるみたいな。1ヶ月待つかみたいな。1ヶ月待ったら自分の好きなようにできるのかなとか思いながら。はい、それカットだけのことですか。パーマの時もそう。パーマの時はもう結構やばいですよね。うん、ゴリボリューム出ますよね。そうですな。でも余ってその話を聞いて。ね、パワーをかけて洗うとパワーが取りやすいっていうのを聞いてるんで、はい、もうそういう時は速攻かけてもらっても、もうガーって洗って取れろと思って。ああ、かかりつけ逆にね。そうですね。取れろって言って。これは骨格調節しながら巻いてるんで、ちょっとここら辺はタイトになって、まあひし形にしたいって言ってたので、ひし形もちょっと本当にまこだわりなんですけど、ここはへこんだひし形の方が可愛く見えるんですよ。うんうんうんなんかこうただのひし形じゃないと、はいはい、ここが外国人風になって、うん、よりちょっと鉢が張ってらっしゃるので、うん、この鉢が目立たないと思うんですね、うんうんはい、過去最高で本当に大満足です。もうですか。はい、もう全然その金額似合ってますもうこんだけ満足なヘアスタイルにしてもらえるんだったら全然くらでも払います私、はい、そんな本当に多分長い。これ耳かけたらどうですかね。多分先ほどなんとなくしてもらった時に、はい、耳最近全部かけてないですかね。全然 OK です結構いい。ここのなんかやつも、はい、ここがもう最高にここを引き立ててまさかありがとうございますこんなに嬉しいことないですよ。本当ですか。あじゃあ逆に今日頭洗いたくないじゃない。このままどっか行きたい、ね、いやなんかつければなりますよ。このだって大した僕今何もやってないですよ。本当にこのままどっか行きたいぐらいです。なんかこのままどっかに誰かに見せに行きたいぐらい。あ、行ってください。ちょっと見て、はい、やりたいぐらい。でも今日誰もいないんですけど。ありがとうございます相手がよかった。ありがとうございます。過去最高です。本当に本当ですか。びっくりしました。いや全然これ本当にただそんなにこんなに変わるもんなんですか。こんなに違うもんなんですか。わかんない。どうなんですかね。僕もそんなにこんなに長い間生きてきていろんな美容室さん行ってきましたけど、はい、こんなに違うもんなんですね。どうなんですかね。なんかちょっとマニアックかもしれないですね。すっごい本当にびっくり。逆にすっごいびっくりです。今まで何だったんだろうっていう。今までの美容室行って帰ってくる時のがっかりさ加減、何だったんだろうって思うぐらい今本当に激しくびっくりしてます。本当ですか。でもただ適当にやっただけですよ。もっとちゃんとセットすればよかった。そしたらそうですね、ちゃんとやったらどうなっちゃうんですか。時間かけて乾かしただけじゃないですか。本当にこれで自分がこれになれるのかどうかがちょっと心配なんですけども、はい、全然できますよ。エリアスだってこれもう超適当ですよ。何にももうぐちゃぐちゃですもん。ここぐちゃぐちゃと、はい、毎年自分で何でもするタイプなんですよね、はい、なんで結構自分でこうやったりとかするんですけど、はい、でもああやって何もしないでこのまま過去最高です。洗い流さないトリートメントあるんですよね。あります。それをちょっとお目につけて何もしないでみてください。なるんで、でもっとペタッとなると思います。わかります、はい、ありがとうございます。本当に過去最高なんですけど。ありがとうございます。後ろがめちゃめちゃ気に入ってます。ああ、よかったです。私横と後ろに重点を置く人なんですよ、はいはい、ヘアスタイルは、はい、正面はどうにもどうにも誰でもどうにもなるじゃないですか。セットすれば、うん、はい、けど横と後ろってどうにもならないじゃないですか、はい、そうですね。この後ろのこの形がたまらなく好きです、はい、なんかいいですよね、うん、なんかいいですよね。丸くてそうです。ここキュッてなって可愛いらしい感じになったかなと思いますね、うん、ありがとう。素敵な休日がこれ本当にバカンス伸びそうこれね、ちょっと椅子を公園に持ってって持ってって公園で楽しもうかな。はい、ちょっとこれから誰かに手入れて会おうかな。ああ、嬉しいです。そう言ってくれて本当にありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。